遠藤です。今回はクリス、ベクターを使ってきます。バックハーマップのキャッスルですね。で、クリスの特徴はサブマシンガン MP7 と同じでサブマシンガンですね。MP7 と比べたら威力が高くて精度も高いと。で、連射力がちょっと低くて弾数が少ない。まあ、対マンで遊ぶ分には完全に上位互換な気がする。まあ、とりあえず使っていきましょう。で、サブマシンガンで足が速いんでね。早速敵がいた。突っ込んでいきましょう。突っ込んで頭狙っていく。もう一人いるね。ちょっと下がって、落ち着いてやっていきましょう。適当に、決め打ちをしつつ、リロード。あ、挟んで、あー、ダメだ。やられてしまった。落ち着いて対処されてしまう。ベクターはね、ベクター、クリスか。まあ、サブマシンガンなんで、MP7 と同じ感じで、いいかなと思ってます。適当に突っ込んで勢いで倒していく。相手が準備をする前に倒す。そういう武器ですね。で、今は4対2か。4対2。このマップで4対2はちょっときついな。さあ、どうする ?B を攻めてるが、こっち防衛だっけ?防衛。防衛か。おぉ。俺一人。さあ、設置は A ですね。ちょっとね、A と B が遠いんだよね。さあ、これ表から入っていくか、裏から入っていくか。このさ、このマップの裏の、なんかちょっと下から覗ける場所あるでしょ?ジャンプしたら見れるとか。あそこがひどいんだよね。あの今、スモーク焚いてるところ。お!普通に箱裏にいた。あのスモークの裏がやばい。さて、スタートダッシュが大事だ。速攻突っ込んで、2、3人殺して帰ってきましょう。さあ、真ん中。やっぱね。最短距離でいける。真ん中を取って、裏を取っていくっていうのがね、サブマシンガンの戦い方ですね。ひょっと顔を出していないんで、もうすぐ前に出てく。前に出て、敵が痛んで、一人やってく。味方に援護してもらった。で、上の小部屋に入って、そのまま敵陣奥まで潜り込んでく。おっと、裏向いてる。いいっすね、裏を取っていった。で、B。B に人はいないと思うが、一応戻って。まあ、5対3でも数的有利なんでね、味方の援護しに行きましょうか。B 誰も守ってないが、でもさっき攻めた感じだと B には人はもういないな。まあ、真ん中のラインか、真ん中のラインかな。さて、ここ、おっと、敵がいたぞ。一人やったってことはもう一人いるか。まあ、真ん中、突っ込んで、右行きますかね、したら。持てて、いない。いないね。A かな ?A 誰も行ってないんで、A 突っ込んでいきましょう。まっすぐ行って、味方が裏から回ってくれてるんで、私はこちらから行きましょうか。箱を乗って、もっと乗れない。ここだな。この奥、もう入ってるか。お、爆発した。これは敵がいるか。味方の投げたグレーか。ここがな、ここどう対処したらいいんだろうな。そこから出てくるやつ。いないんで、あ、もういいか。ん ?B か。マジか。あんだけ探したのに B かよ、結局。さて、じゃあ B、突っ込んでいきますか。もう5対2だからね。いけますね。お、1人いた。1人。お、やられてしまった。ナイスカバー。3対1。よし。解除して、ラウンドしとく。まあ、MP7 とあんまり、感じが変わらないな。数値はこちらの方が、威力とかは高いんだけどね。なんかもう同じ感じかな。
まあ、ただ若干、倒すの早いかもな。MP7 よりは、まあ、威力高いから打ち込むと、まあ、弾の数が少なくて済むんだろうけど。まあ、タイマンにはこっちの方が強いかもね。で、今度は、おっと、スモーク隊出るな。右か？ここか？あ、いた、いたね。撃ってく。で、味方がラインを上げているんで、私はちょっと戻って真ん中でも見に行きますかね。おっと、これ、大丈夫か ?B。B が心配だ。ちょっと裏から B に行きましょう。この辺もすでにいそうだなぁ。ここはヒュッて出てきそう。おぉ、やっぱね、いたね。あー、ま、しか負けるし。AK。なるほどね。同時だとあんだけ当てても死なないか。あれ、サブマシンガンだから、そんなもんか。もう大丈夫か、これ。3対2だぞ。結構ね、敵も味方も強くて、なかなか面白い駆け引きができてるような感じがするね。ちょうどいい感じ。さて、これはどうなってんだ？どこだ、ここ。お、敵の入り口付近だぞ。もう B 設置されないか、これ。おお、なぜかそこ裏を見られてる。もう音が聞こえてんだろうね。やられましたね。ここはもうちょっと私がクリスで突っ込んで何か排除しておかないと。さあ次は A を攻めます。攻めるじゃねえか。阻止するのか。 A 突っ込んで、ああ真ん中かな、やっぱり真ん中を速攻で攻めて何人か抜きましょう。おっと、いないですね。エネミーコンタクト。そっちか。あ、A か。A の方ですね。じゃあ裏から回って、A にいるやつを後ろから叩いていきましょう。おー、やべえやべえ。あの距離はまずい。ちょっとこっちでは対処しきれないんで、真ん中から A の方に行けますか。味方がやられてしまった。多分ここの左いるでしょ。味方がそっちから。じゃあ俺は裏から回ろう。2対4。ちょっと、もうこれは設置されてるか。A。A 設置されてそうだな。うわ、やばい、やばいやばいやばい。この距離は勝てない。何発か当てたが。で、残り3人。3対1か。いけないこともないけど。スモークを適当に投げて、ここで、ここからも勢いだね。ほら、もう一人、壁抜きして、いた、一人いた。これはいけるか。頭を打って、あー、スナイプされたか。いや、今のいけたね。もうちょっと落ち着いて、やってりゃ全然いけたな。惜しかったな。はい、気を取り直して。さあ、次は真ん中かな。やっぱスタートダッシュで突っ込んで何人かやりたいっすね。さあ真ん中突っ込んで飛び出て敵がいないのを確認して、あーどうしようかな。上にいるね。これはもう進んでいきましょう。進んで右だね。さあここ敵がいると思うが、お？もう味方も来てるな。あ、なるほどね。A 側に溜まってるわけだ。また A 攻めてんな、したら。味方も A に向かってるんで。よし、私は、横から、いやでも、敵出てきそうだな。いた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 。おーし。3対2、詰めていきましょう。いるかな？いた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 。これやって、もう一人出てきたんで、右、あー、そっちか。読み外れたか。2対1。もっと、おー、ナイス。味方ナイス。一人やって。もう一人はどこだ？ただ C4 を落とさなかったか、今。音が聞こえた。そこ、大丈夫か？危なくないか。
2箇所から見られてる。さて、1対1、54秒。相手なんだろう、スナイパーかな。いた。おー、ナイス、いいですね。味方強いね、やっぱり。さて、攻守交代で攻撃側になった。いいね、攻撃こそサブマシンガン使いやすいんじゃないか。どっち行こうかな。 C4 は味方に任せて、誰も取ってかない。お、一人取りに行った。じゃあ私は真ん中を攻めていきましょう。から攻めてって、あー、いない。じゃあ真ん中にしよう。もっとグレの音が、あ、いるね。おっと、そっちじゃないか。いたいたいた、一人いた。あいつをやって、ほら、一人やって真ん中を攻めていく。ここからね、よし、一人やっていく。びっくりした。体が勝手に動いた。でも一人横から撃っていく。いいね、やっぱ、このね、フットワークの軽さがサブマシンガンの強みですよ。スナイパーもいるんで、右だな。撃って、あ！そこにいたか。1対2で。設置済みか。いた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 。おー、惜しい。スナイパーだね、相手。あー、2対3。2対4。ちょっと負けてますね。敵も強いんだよな。さあ、まあまた真ん中かな。もうサブマシンガン持ちのやることは決まってるから。真ん中突っ込んで何人かやって。2、3人殺して死にましょう。いない。やっぱこっちか。こっち側から攻めていった方がいいか。で、右か？なんか、いたいたいた、一人やってく。そこで、後ろから撃たれてるか気にせずに B に入って、あー、どうしよう。これは A を、A に行った方がいいね。ちょっと、A に行きましょう。さっきのほっといて、A に向かいます。あ、と思ったけど、四方が来たんで、こっちに設置かな。じゃあ、ここで見てみましょう。私は自陣側の、リスポン地点側を見ておくので、え？設置してる人と、まあ相手側の方はもう一人が見てくれてるんで、ここでいいかな。で、3対2。いい布陣じゃないでしょうか。あ、いるね。後ろか。後ろ一人やられた。ちょっとまずいな。これ私が見に行った方がいいな。入り口でしょ？一人やってく。もう一人。あ、俺が。あ、でも10秒か。ここで、ちょろっと、足音を立てて、あ、これでもう勝ちましたね。これ絶対倒さなくてもいいんだから。はい、ドーン。いいですね。よし、ここから、攻めになったんで、巻き返していきたいですね。サブマシンガンも MP7 とクリスしかないのかな。もうちょっとね、いろいろウージーとかなんか増えてくれると使ってみたい気にはなる。面白いかなとは思うんですけど。いかんせん武器が少ない。もうちょっと増やしてほしいですね。あとね、なんかマップも少ないよね。うわ、びっくりした。なんで後ろにいんの。すげえびっくりしたんだけど。ちょっと削られちったよ。なんかモードがたくさんあるんだけどさ、なんだろう、なんか爆破とか、なんつうの、チームデスマッチ的なルールはマップがいくつかあっていいんだけど、他のルールってなんか一個のルールにつきマップ一個じゃない？あれがちょっと破壊とかさ、破壊 B とか、もうルールイコール1マップみたいになってて、ちょっと飽きたんですよね。もうちょっとマップを増やしてほしいですね。ハバー、なんでこんなの止まってんだ。突っ込め、突っ込め。おっと、A の裏に人がいた。
うーわ、そこ嫌なんだよな。マジか。ここの下潜ってたな。どういるしょ、ここ絶対。どうしよう。どうしたらいいんだ、俺は。絶対ここいるんだよ。C4 を設置しちゃえ。俺が見てるから。ここ見てるから。いやー、壁抜きしてもなー。壁抜きできんのかな。え、死んだ。死んじゃった。じゃあ、C4 取りに行って。敵いるんだもん。これやってくで、ここで設置をしますか。ここだったら大丈夫かな。うわ、ま、あ、そっちか。ちょっと後ろを気にしすぎて、正面をおろそかにしていた。まあ、味方にお任せしますかね。スナイパー対 AK。この AK 強いんだよね。スノーフレークだっけ。おっと、相手外したぞ。大丈夫か、その距離。おー、ナイス。いいね。味方強いね。これで4対4。並んだぞ。ちょっとね、本当は C4 設置とかしたいんだけどね。サブマシンガンだからもう、突破しかできないっす。私。さて、階段登ったところから、速攻しようと思ったけど、味方が一人いるんで、私は右から入っていきましょう。敵がいない。なので、真ん中の、A 側一人もいないね。こっちちょっと見ておくか。いいか。あの距離で出てこられても勝てないだろうし。5対5。音がない。銃声がないね。ちょっと敵もやり方を変えたのかな？おっと、左か。真ん中正面に敵がいる。じゃあちょっと B 入ってきますかね。B 入って。これも設置していいんじゃないか。ちょっと B 設置、B 設置。A 行きたい。どうして、A 行きたいんだな。わかった。じゃあ A をクリアリングしていこう。A は、人、いないね。4対3か。設置しちゃいましょう。あー、どこだ。あー、もしかしておっと、後ろ、あ、箱裏出たよ。ここ嫌なんだよ、本当に。どうせいるんだろう。いたら撃ってやるよ、したら。あー、スナイパーか。ほら、あー、マジか。こっちの方が撃ち始めたのに、スナイパー一発でやられる。あそこはやっぱりサブマシンガンだよね。これまずいぞ。でもライフは80。解除して。あー、やられた。解除されましたね。まずい。これリーチかけられてた。いやー、ちょっとこれもう頑張んないとね。頑張んないといけないっすね。まあ、頑張るつっても、私にはやることは一つです。敵もな、あんまりライン上げてこなくなっちゃったからな。ちょっと、調子くる。ですんで、まず、さらっと右を見ていないことを確認して、裏回りましょうか。B。あー、どこ行こうとしてんだ。A に行きたいのか、この人たちは。私は上から回って、おっと、敵、いない。敵スナイパーいたね。やめよう。B でいいと思うんだけど、今回は。おぉ、B 設置しよう。B に設置した。おっと、一人いた。一人やってく。ここでいいよ、ここで。敵も二人しかいないし、ここで設置したら勝てる。確実に行きましょう。まあ、あとはここで、人にうろうろしてますか。A 側は敵が、敵じゃねえか。味方が見てくれてるんで。私は、ああ、もういるね。お任せですね。味方強いんで。よーし、ここ来た。これはもう、勝ちたいっすね。やるしかない。まず右から、真ん中の右側から入って、
美容学にいるね。いますね。でも、どうしよう。味方が言ってくれてんな。サポートしてあげたいが、ちょっと真ん中から、待って、真ん中から行って、B 側に行こうか。いや、C4 持ってる。C4 こっちなのか。忘れてたよ、C4 の存在。これ取って、A 側攻めるっつうのか？ちょっと置いとこう、俺攻めるんで。誰か C4 よろしく。ちょっと俺はもう遊撃に入れましょう。あいつ一人にしておくのもちょっと心配だけど、今撃たれたね。今撃たれましたね。おっと、スナイパー。スナイパーやってくとでかい。一人やってく。で、後ろか。お、そこ？そこですか。一人やってく。おそらく B。B まだ音が鳴ってた。いた！こいつをやって、あーやられちったか。あ、でもちょっと削ったと思うから。有利は取れてると思う。おっとやられてく。3対3。あとはもう味方頼みですね。もう設置、A 設置済みだから、いけんじゃないか？残り20秒。もういいっすね。これは、これ出なくていいよ。出なくていいっすよ。これはもううだうだやってるだけで、時間切れっすね。もう解除する時間を与えない。お、いいね。これもう3対1で、大丈夫じゃないですか。お、ナイス。5対、ね、負けてたのに、勝ちましたね。気持ちいい、こういうのは。ということで、クリス使ってみましたが、結構使いやすいですね。なんだ、ミッション完了。まあ、MP7 とどっちが使いやすいかって言われたら、わかんないな。あんま変わんないかな。どっちもどっちだね。ということで、以上です。